党首会談の並びに市民連合との政策協定の終わっての新庁の記者会見始めたいと思います。じゃあよろしくお願いします。それでは会見を行います。本日野党、5党会派の党首会談を行い、32の1人区のうち30選挙区で、野党統一候補を合意いたしました。それからその後ですね、市民連合の皆さんと共通政策について合意を行いました。この2つの合意はですね、市民と野党の共闘で参議院選挙を戦う上での本当に重要なスタートを切るものになりまして、画期的な合意がなったと喜んでおります。ぜひこれを大きな勝利につなげるために頑張り抜きたいというふうに決意しているところでございます。若干まず私の方から述べますと、まず野党党首会談での、一人区の野党統一候補についてでありますが、すでにご承知の通り30の選挙区で統一候補の合意をいたしました。で、2つ、宮崎と鹿児島については、できるだけ早くに統一候補を実現すべく努力中ということはすでにお話した通りであります。それで私この案はですね、私として党首会談で表明したのは、この合意はですね、心から歓迎したいということを話しました。で、我が党としてはですね、候補者一本化にあたってはお互いに譲るべくは譲り、そして一方的な対応を求めないと、これは大事だとでいうことを主張して、協議に当たってきましたけれども、全体として決着を見た、内容はですね、そういう点から見て本当に私たちとしては心から歓迎すべき、中身だということをまず申しました。まあ、日本共産党について言いますと、我が党が擁立した候補者で、一本化が実現したのは3選挙区5県ということになりました。福井と、それから高知、徳島、そして鳥取、島根、この3選挙5県については日本共産党の擁立の候補者での野党統一候補が実現いたしました。で、これは3年前の参議院選挙は香川1県でしたから、大変大きな私どもにとっても前進であります。で、私はそういう点ではですね、党首会談でも申し上げましたけれども、この積極的に候補者調整に当たっていただいた、野党各党の皆さん、幹事長、書記局長の皆さんに心からの感謝を申し上げた次第であります。またこういう結論に至る上ではですね、全国の市民連合の皆さんにも大変なお力添え、市民の皆さんにも大変な大きな激励をいただきました。そういう方々にも心からの感謝を申し上げたいと思います。それから、当然のことでありますけれども、日本共産党としてはですね、この野党統一候補の合意に伴いまして19の選挙区で候補者の取り下げを行います。で、プラス佐賀についてはですね、国民民主党の擁立の候補で一本化の合意がなされております。で、この候補者の方の公表に伴って、日本共産党の候補者は取り下げることにするということで表明をいたしました。ですからそれも合わせますと20の選挙区で取り下げを行うことにいたしますが、これは当然の、一本化の合意に伴う措置であります。私は今日の党首会談でも表明いたしましたけれども、これはあくまでもスタートでありまして、これからが肝心だと。で、みんなで、応援して勝利を目指すというような選挙にしていく必要があるし、まあ、日本共産党としてはですね、日本共産党擁立の候補者で一本化したところは元よりでありますけれども、他の野党の、擁立した候補者で一本化したところも、あるいは無所属の候補者で一本化したところもですね、すべての一人区において、まあ、勝利のためにありとあらゆる力を、注いでですね、頑張り抜きたいと
ということ決意も申し上げたところであります。で、野党党首会談ではですね、最終的な合意として、その点についてはそれぞれの選挙区で与党の候補者に勝てるよう最大限の協力を図っていきたいということが後藤党首で合意になりました。最大限の協力ということがそれぞれの選挙区で図っていこうということが合意になったことも大変大事な合意だというふうに考えております。まさにこの合意通り最大限の協力をやってですね、全てで自民党の候補を打ち負かして勝利を勝ち取るという決意で頑張り抜きたいと考えているところであります。それからその後市民連合の皆さんと、合意した、政策協定についてであります。これは共通政策を合意したということでありますが、私は3年前と比べてですね、大事な大きな前進が内容面とそれから、これを作成過程と両面であるというふうに考えております。内容面ではですね、本日13項目の共通政策の合意に至ったわけでありますが、その13項目どれもがですね、大事な中身でありますけれども、分けてもですね、国政の根本問題で共通の旗が立ったということが大事な点だと思います。まず大前提として安保法制、共謀罪法など安倍政権が成立させた立憲主義に反する諸法律を廃止する。これは野党共闘の一丁目一番地として我々が重視してきた問題ですが、それもがきっちり据えられております。その上で新たなですね、3年前に比べても新しい発展した合意内容として私たち大事だと考えているのはいくつかありまして、一つは憲法の問題です。安倍政権が進めようとしている憲法改定、とりわけ第9条改定に反対し、改憲発議そのものをさせないために全力を尽くす、これが入りました。それから2つ目に沖縄の問題です。沖縄県辺野古における新基地建設を直ちに中止し、環境の回復を行うこと、さらに普天間基地の早期返還を実現し撤去を進めること、この沖縄の問題が野党共闘の、共通の旗印になったことも、3年前に比べて大きな前進であります。それから原発、福島第一原発事故の検証や実効性のある避難計画の策定、地元合意などのないままの原発再稼働を認めず原発ゼロを実現を目指すことと、この原発再稼働についてですね、今の条件の下での再稼働は認めないということも含めて原発ゼロが明記されたことも新しい発展だと思います。さらにですね、消費税についてもですね、10月に予定されている消費税率引き上げを中止し、所得、資産、法人の各分野における総合的な税制の公平化を図ること、これ消費税についてもですね、勝負の課題での一点が確認された。こういうですね、憲法、沖縄、原発、消費税、国政の根幹部分で、足並みが揃って共通の旗印が立ったというのは非常に大きな、3年前に比べても大きな前進だと。でここにはですね、この3年間の国民の戦い、市民のさまざまな運動で、この前進が反映されているというふうに考えます。からもう一点ですね、この共通政策についてはですね、3年前との比べての大きな発展はですね、今度は共通政策というのは、もう市民連合の皆さんから最初原案が提起され、それをですね、5野党会派で、よく協議してさらに練り上げると、そして市民連合の皆さんに返すと、そして最終的に調印するというやり方でですね、まさに市民連合の皆さんとも力を合わせながら、そして野党間もですね、政策協議真剣に行って、まさに市民と野党の共通政策として、調印されたという点も新しいところだと思います。前回はそこまでまだキャッチボールのところまで至りませんで、調印しそれを共通政策としたわけでありますけれども、今回は政党間の真剣な協議してしっかりまとめ上げたという点でも大変大事な前進だと考えておりまして、この、国民の皆さんに対する野党共闘の政策的な旗印、これも鮮明に翻ったというふうに考えておりまして、ぜひこれを共通の成功として掲げてね、で頑張り抜きたいと。やはりこの野党共闘を成功させる上で、
鍵は2つだと思っております。1つはやはりこういう方向に日本を変えようという野党のですね、共通の旗印が鮮明になり、国民の皆さんに政治を変える希望と展望をですね、野党の側がしっかり示そうと、これが1つだと思います。ただもう1つはですね、本気の共闘をですね、実現して、そして本気で自民党を倒すという本気度が伝わることが大事だと思っておりまして、この点でもですね、最大の協力をやろうということを確認したわけでありまして、今日の党首会談は本当に大事な前進の一歩だと思います。ただ勝負はこれからですので、せっかくいい合意ができましたので、これをスタートを台にしてですね、必ずいい結果を出したい、必ず勝利を勝ち取りたいと決意しているところであります。私の方から以上です。あとはご質問あればお答えいたします。はい、京都新聞の笹井と申します。全体のことと個別のことをお聞きしたいんですけど、まず全体の部分では、今回の合意の一目の合意についても歓迎するというふうにおっしゃいました。ただ一方でその20人の方候補者を降ろされるという形になるわけですけれども、そこまでしてでも一人区の交換を実現させてきた党としての思い、覚悟みたいなものがあればこれは一本化あるいは統一候補をやるということはですね、私たちの擁立した候補で一本化するところもあれば、他党の擁立した候補者で一本化するところもあるわけですから、当然ですね、一定数の候補者を下ろすということになるということは、最初から私たち覚悟の上でね、ことを進めているわけですから。で、先ほども言ったように、前回3年前と比較しますとね、前回は香川1県でした。で、今回は3選挙区5県で共産党の擁立候補で、野党統一候補実現したわけですから、私たちにとっては大変大きな前進だと受け止めておりますし、こういうふうに、踏み切っていただいたのは、他の野党の皆さんの、決断もあったと思います。多くの市民の皆さんのお力添えもあった。ですから、そういう結果として日本共産党の擁立候補で一本化もされているわけですから、ですから私たちとしてですね、他党で一本化したところは当然こだわりなく候補者の擁立は取り下げるということは当然だと思っております。一人区を一本化するところもあれば自分のところもあるんですけど、その一本化する意味というのはちょっと改めて、これは何といっても安倍自民党に勝つためですよ。やはり今の状況の中で安倍政権を倒す、そして国民から見てですね、希望が持てる新しい政治を起こしていく、そのためには一人区は一人しか取れませんから、やっぱり野党は結束して、向かう必要がある。この大命題は今日の党首会談でも確認して、安倍政権打倒を目指すと、でこの30の選挙区での統一候補の合意をしたわけであります。すみません、個別の話なんですけど、滋賀選挙区が無所属で、前知事の多田になりました。多田さんの、原発政策などでは本当に通じるところもあると思うんですけども、評価があるかと思います。個々の方の、評価をあれこれ今私が言うのはいたしません。ただそれぞれの党が責任を持って擁立した方ですから、それぞれ責任を持って、擁立された以上ですね、私たちは信頼してその方を勝利するために頑張るということにつきます。はい、今回一本化されなかった県の中で鹿児島選挙区、社民党が候補者を強く要請しています。党首会の中で社民党にも一定配慮すべきだという発言があったと聞いているんですけれど、新旧の考えはどうですか。これは今、野党統一候補の実現に向けて努力中と、できるだけ早く決めたいということにつきます。でそれ以上のことはちょっと今途中経過ですので申し上げるのは控えたいと思います。はい、すいません、読売新聞から今の質問に関連してですが、大型連休の早いうちに野党統一候補を全部決めるというふうな方針が示されて、結果的に今残っている状況になってしまっていますが、これについて委員長の手伝いを伺いできますか。これは早く決めるということじゃないでしょうか。で、ただ
2つは協議中でありますけれども、30で、しっかりとした一致を見たという点は非常に大事だと思っております。はい、なんか別の質問大変恐縮ですが、読み方ですけれども、今回合区県3選挙区で共産党の候補が一本化されましたが、まあ、一部ではその労働組合等ですね、まあ、ちょっと応援できないというような場を公の場で言われたようなところもあるように聞いてますが、まあ、推薦等も含めてですね、共産党としてどのような応援をしてもらうことをお望みになられますか。これは最大限に協力していくということは今日の、党首合意です。ですから、まあ、それぞれの県で、まあ、最大のね、協力をお願いしたいということにつきます。はい、今の質問に関連してなんですけど、今年の新聞ですが、高知徳島で共産党候補に一本化されたというのについて、まあ、もともと共産党が希望していたと思うんですけれども、そのことについての受け止めと、自民党と共産党ともですね、高知県側からの候補で、まあ、徳島県側にどのように浸透していくかと、まあ、地元連合徳島なんかとどういうふうな共闘体制を整えて、県内の選挙を展開されるということについて、高知徳島、松本健二さんで、一本化したことを大変喜んでおります。で、今後の戦い方はですね、まあ、今日決まったところですから、各党そして各団体の皆さんと、ぜひですね、協力をお願いして最大限の協力体制を両県で作っていく努力をすぐに始めたいと思っております。松本さんは共産党公認で、そのつもりです。高知新聞の関連なんですけれども、確認なんですが、その支援の仕方、つまりその共産党さんがここに出てですね、松本さんが出るわけですけど、他の野党の支援の仕方、先ほど言ったように推薦で支援するかというのは、これから詰めていくという、そうです、まあ、これからの話し合いです。ただ今日の党首合意で何度も言いますが、最大限の協力を行うということを全党で合意したわけですね。それぞれの選挙区での勝利のために、それぞれの選挙区で与党の候補者に勝てるよう最大限の協力を図るというような合意なんですね。ですから、この合意の精神に立ってそれぞれの選挙区で最大限努力するというふうに、これはこれからやっていきたいと思っています。この枠組みの、まあ、デッドラインというか、いつまでに決めるという話をする。いや、もうご覧さん、もう可及的速やかに体制を作っていく努力をしたいと思っています。はい。長野県の長野市、長野を含めてですね、取り下げる党候補の今後の処遇をどういうふうに考えるかというところをお伺いしますか。これから相談して、決めていきたいと思います。各県連動という各県会ですね。そして もちろんご本人と、うん、はい、すみません、フランス戦の大井川と申します。はい、時間がかかった分、3年前より随分前進した面もありますが、ただ公示告示まで1ヶ月ちょっとと少し3年前より出遅れた感がありますが、この出遅れをどのようにして取り戻せるとお考えでしょうか。私は、先ほど言ったように若干3年前からすると言われたようなことあるかもしれませんが、まず一本化統一候補の、決め方自身もですね、かなりじっくり、各党で協議に協議を重ねて、でお互いに納得してこういう結論に至っております。ですから、そこには各党の信頼関係も間違いなく強まってきたものがあるというふうに考えております。それから政策の内容は先ほど言ったように大変前回に比べても大きな前進がある。ですから、若干ですね、前回に比べれば遅れてるじゃないかという議論はあるかもしれないけど、私はですね、じっくり協議をして信頼関係を積み重ねながらここまで持ってきた。ですから、いいスタートが切れたと思っております。あと1ヶ月以上の戦いありますから、ここで勝利を全部のところで見出すことは大いに可能だと考えておりまして、こう一本から全部でやったからにはね、全部で勝つというつもりで私たちは頑張ります。どうぞ。
フジテレビ古谷と申します。今回の1人区の一本化について先ほど来はその1から3人種まいたので1から3人増えたっていう側面もありますけれども、もう一つ一昨年の、三中層でその一方的な候補者は取り下げしないという方針を決めて、その方針を貫いた結果こういった結果を得られたという面もあると思うんですけれども、その点についての感想を1点伺いたいのと、これに関連して今回の一本化、共産党さんという数字も含めて合意できたことについて、先ほど他党の、努力とか、ね、他党への感謝とか、はい、市民連合への感謝の面を述べられましたけれども、はい、共産党としての取り組みとしてどういった点が良かったか、こういうことにゴールにたどり着けたのかというふうにお考えかという点でしょうか。私たち今度の選挙、一本化にあたってはですね、一方的に対応しないということを党の決定としても決めて、そのことを他党の皆さんにもご理解いただく努力をずっとやってきました。でやはりそれは我々がこう利己的な目的から言ってるんではなくて、そうした方が共闘が強くなると、お互いに共闘というのはお互いに譲るべきは譲り合って、そして一方的対応を求めないというお互い様の精神でね、やることが一番強くするという立場から、そういう努力が必要じゃないかというふうに他党の皆さんに提起もし、そして職局長、国対委員長も大いにその線で努力したということが実ったなというふうに思っております。ですからこれはやはり共闘の質を強めるという結果に私になったと思いますし、ぜひそれを結果にね、実らせるためにこれから頑張っていきたいと思っています。あとはだっけいいですか、このところで。朝日新聞の寺本と言います。基本的には公認でというお話だったと思うんですが、例えば他党からの要望とかあれば無所属にするような可能性というのはまだあるんでしょうか。これはそういういろいろと仮にですね、今日決まった段階ですから、これからということになると思いますけれども、そういう提起があった場合には真剣に話し合ってみたいと思っております。他党あるいは市民連合などの皆さんからそういう提起があった場合はね、真剣に話し合っていきたいと思います。はい、どうぞ。今日の都市会談では伺いたいんですけれども、衆議院選挙についての候補者調整を加速させていくということが発表されたと思うんですが、会談の中で委員長から何か発言されたのがあれば。いや、これは特にありません。衆議院選挙、早期の衆議院選挙を念頭に置いてね、それに備えると、でそして候補者調整を行っていくということは、先日の枝野代表との会談でも、特に与野党が競り合っているところを中心に、総合主義の立場で、調整やっていきましょうということを合意してますから、ですからそういう立場でやっていこうということで、私の方から特段申し上げておりませんが、当然のことだと思います。はい、この者調整する枠組みについてなんですけど、どういう形でやっていくことが可能しいですか。枠組み、はい、枠組みとは参議院のこの者調整と同じ枠組みで、音を進めていくのがいいのか、やり方について。それはそうだと思いますよ。総選挙も同じだと思います。はい、市民連合の政策協定なんですけど、政策協定だというふうにおっしゃったんですけど、一部の会派と言っちゃったらあれですけど、これ政策協定ではなくて、その政策要望書に、サインしたんだという解釈をしているようなんですけども、どちらの理解が正しいですか。それはそれぞれの党の解釈があっていいんじゃないでしょうか。私たちは共通政策をで合意したというふうに解釈しておりますが。はい、どうぞ。テレビ柳沢ですが、今日の党首会談の中で内閣不信任案について言及だったかと思いますけれども、江田の代表は会談後にはその、政治情勢見ながら判断して、改めて相談したいとすることもあるという発言があったかと思いますけれども、それについてどのように受け止めていらっしゃるのかということと、どのような対応を、これは今日の党首会談で合意したことはですね、枝野さんの方から、国会情勢見ながらあらゆる選択肢を探っていきたいと、提出の有無時期についてね、
そういう発言があり、その際あの各野党の党首ともご相談をさせていただくということがあったんですね。ですからあの今日の党首会談の合意はこの問題についてよく相談していこうと、この一点です。ですから、まあ、私が今申し上げられることもそれだけです。よく相談していきたいということです。はい、で今日さっき削減法案の事項がですね、あの自主返納という形で、あの今後あの審議が進みますが、これについての共産党の私から何か伺いたいですか。どうしたらいいか。元は悪いから。元は悪いからって、この前答えが取れたね。元から要するにあの、動機が大変悪いということでだと思います。対応は前回の投資ここで述べてください。はい、塚越信吾です。参院選にちょっと話戻るんですけども、あの無所属であったり他党の候補でも、まあ、あの全力で応援していくという立場だと思うんですが、はい、その中でその比例の戦い方が、まあ、一方で比例では共産党の人のところに対していただくと思うんですけど、なんか工夫されるような部分がどういうくらいの考えがいらっしゃるかというのがうん、あのこれは、この前の6中層で決めた方針通りやっています。でもちろん我々あの野党の共闘のために最大限力を尽くすということをやりますけど、同時に、比例で共産党を伸ばすということを選挙戦の主軸に据えて頑張るという方針を決めております。その上で特にですね、あの積極的な党支持者を増やしていくと、つまり共産党だから支持すると、他に支持するところがないから支持するという方ももちろんウェルカムなんですけども、共産党だから支持するというね、積極的な党支持者を増やすための政策的な訴えの努力、あるいは党の全体の姿を知っていただくための努力、あるいは魅力をアピールしていくことということをですね、独自の努力をやろうということを6中層で決めました。すいません、はい、どうぞ。あの共同通信の手順ですが、その参院選の戦い方に関連して、その、まあ、折り入って作戦ということで積極的な党の支持者を増やすということは分かるんですけど、はい、一方で、まあ、無党派っていうのが多いと思うんですけど、無党派に対してはどういうイメージを持ってか、あの訴えていこうという考えなのか。そうですね、あのこれはもちろん折り入って作戦というのは我々 の組織活動をですね、あの支持者や後援会員や読者の皆さんにも協力をお願いしようということを思い切ってやろうということですから、無党派の皆さんにも声が届く上でそういう組織活動をやろうという大方針なんですね。で同時にあの私たち、まあ、先日の会見でもお話ししましたけども、あの党の政策を訴える場合にあの批判とともに希望を語ろうということをこの間重視しておりまして、あの先日の記者会見でも発表しました暮らしに希望3つの提案で、これは今全国でずっと訴えております。それでとても訴えの手応えが強いです。暮らしの問題を主軸に据えて、そして希望を語ると、そしてしかもこれ実現可能だということを語っていくということをですね、今前面に立てて今訴えておりますが、とてもあの強い反応がある。でそれからやはりあの、ジェンダー平等をはじめする人権と民主主義の問題、これも街頭でどんどん訴えているんですが、これも若い方中心に反応大変強いですね。ですからやはりそういう日本を、日本共産党としてこの日本をこう変えたいと、こう一緒に変えようという希望展望、これを語ることがですね、無党派の方々の気持ちに響く訴えになるんではないかなというふうに考え、この間努力を始めたところです。まあ、ぜひあのこれはあのいろいろとやっていく過程ですから手探りの部分もあるけども、反応を見ながらね、より良い訴えにできるように努力中です。あの、まあ、当然32の選挙区、まあ、全員当選が目標だと思うんですけども、はい、一方で委員長、あの3年前よりも質の高い野党共闘ができたという評価でいらっしゃるけども、3年前に比べてですね、まあ、その野党としての獲得議席上回るかどうかという一つの目標としてラインになるでしょうか。いや、そういうあの今日の党首会談でも何議席以上って目標を決めたわけじゃありませんで、で枝野代表も発言していましたけれども、こういうふうに一本化したからには
全部での勝利を目指すというのが我々の共通の決意だということです。ですから、まあ、今日30の選挙区で一本化確認しました。で残る2つも、近々確認されると思いますが、32のすべてで勝利するとこの決意で、頑張りたいということが今日の党首会談でもみんなの合意になったんだというふうに私は理解しております。まあ、全員当選という原則は非常に理解できるんですけれども、一方でその打倒安倍政権というふうに掲げている以上ですね、何らかの野党を合わせての獲得議席、まあ、与党過半数割に追い込むとか、まあ、せめて改選過半数とかを掲げられないということはなぜなんでしょうか。これはね、共産党としては決めてるんですよ。私たち共産党としては、参議院選挙において自民党、公明党とその補完勢力を少数に追い込むと、これを目標にしようと、だ党の決意はそういう目標を掲げております。そのためには、野党共闘の勝利が必要ですし、同時に共産党の躍進も必要だと、比例複数区を含めてですね、いう党の目標はそういうふうに確認をしております。これ中央委員会で、それがその野党全体の目標にならないということ自体はですね、負けを前提とした共闘というふうに見えると思います。それは随分と、随分とちょっとこの素直でない質問じゃないでしょうか。我々が何度も言ってるように、これで合意したからには全部の選挙区で勝利を目指すというのは当然党首の取るべき姿勢じゃないでしょうか。これは、はい、どうぞ。内閣不信任案ですけれども、基本的にはその解散を求めるというときに、その先には政権交代という目標としてですね、内閣不信任案の提出会派が、まあ、その次の政権を担うべきであるというお考えは今もお持ちなのかどうか、それを今日の党首会談ではそういうことについては言及されるそういう話はしておりません。ですから政権について、どうするこうするということを今日はそこまで話は及んでません。我が党としてはですね、政権についても前向きの合意を得るようにですね、話し合っていくことが必要だということは各党の皆さんにはお話しておりますが、今日はそこまで議論が進んだわけではありません。今後主張していくことは、今後やはりそれは相談していく必要がある、協議していく必要があると思っております。特に総選挙での協力ということになりましたら、当然政権についても一定の前向きの合意が必要になってくるというふうに思います。それから不信任案についてご質問あったけれども、これは今度の審議案ということではなくて、一般的な議論として申しますと、不信任案提出するということは、それを可決させて、内閣総辞職、あるいは解散に追い込むという決意を示すものですから、当然、提出会派が政権を担うということが前提になると思います。ですから、かつて、これ、2015年の時かな。安保法制の最終版で不信任案提出したときには、私、党首会談で、この不信任案が取ったら、ここにいる政党が、で政権構成することになりますねという話をしたのを思い出しますが、もともとそういう政権のものだと思います。これは今回というのではなくてね、一般論として申しました。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも。